エッグノックシナモンを加えた、エッグノックウイスキーを加えた、エッグノックエッグノックは牛乳ベースの甘い飲み物である。牛乳、クリーム、砂糖、溶き卵で作られ、ひいたシナモンとナツメグで味をつける。ラム酒、ブランデーやウイスキーのような、様々なアルコールを加えたエッグノックも存在する。エッグノックは、北米ではよく、知られており、クリスマスや、 新年のような冬の祭りと関連がある。このためクリスマスや冬の休日の頃になると北米の食料品店ではアルコールなしエッグノックが販売される。オーストラリアではこの種の商品は1年中販売されている。エッグノックの起源には諸説あるが温めた牛乳で作った中世ヨーロッパの飲料、ポセットが起源だと考えられている。エッグノックの起源語源。 元々の材料は諸説あり定まっていない。エッグノック、またはそれに似た飲み物は、イングランドの東アングリアで誕生したと考えられている。アイスランドの食品研究家、ナンナロ・グンバルダ・ダドティルの記事によると、エッグノックのノックは、アルコールを注ぐための小さな木彫りのマグを指す、中英語ナガンから来ている。 別の説によると、エックノックの名前は、エックグ,グロックから来たという。グロックとは、ラム酒を指す植民地用語である。後にこの語が、エック N グロックに縮まり、それが、エックノックになったとされる。エックノックの材料は、仮想階級にとっては高価かつ、馴染みがないものだったが、貴族階級にとってはよく知られたものだった。著述家、歴史家のジェームズ・ヒュームズは、 覚えておけ、平均的なロンドン子は、グラス一杯の牛乳を見ることは滅多にない。と記している。冷蔵庫はなく、農場は、大地主に所有されていた。エッグノックを作るために、牛乳や卵を手に入れられるくらいの人は、ブランデー、マデーラ種、あるいは、シェリー種すら混ぜることがあった。エッグノックは18世紀に、大西洋を渡り、英国の植民地に伝わった。 ブランデーやワインには重い税金がかけられていたのでカリブとの三角貿易で入ってくるラム酒は安価な代用品になっていた。この安いリキュールと豊富な農場と乳製品とが結びつきアメリカではエックノックがよく飲まれるようになった。現代の典型的エックノックは牛乳、卵及び砂糖を混ぜて作る。スピリッツを加えて供することもあるが、加えないこともある。 また、牛乳、クリームに加え、練乳、または、無糖練乳を加える場合もある。牛乳の一部を、クリームで置き換えて、より濃厚にすることがよくある。この他、ナツメグ、クローブ、シナモン、または、オールスパイスのようなスパイスなどを加える。バニラ、アイスクリーム、または、ホイップクリーム等をトッピングしても良い。エッグノックは、家庭でも作れるが、 アルコール入りのものや、あとはアルコールを混ぜるだけのものが市販されている。しばしばウィスキー、ラム酒、ブランデー、またはコニャックを加えることがあり、例えば、ブランデーベースのカクテルなら、ブランデーエックノックということになる。1960年代以降、エックノックはしばしばアルコールなしで冷やして出されるようになった。低脂肪エックノックも市販されているが、 ダ脂シ粉乳か低脂肪乳を使うと家庭でも低脂肪エックノックは作れる。北米ではビーガンや乳製品アレルギーの人向けに大豆ベースの代用品が売られている。エックノックは食べ物や他の飲み物に香味料として添加されることもある。例えば米国ではエックノック味のアイスクリームは季節限定の商品である。 エッグノックは通常クリスマスや大晦日の飲み物として出される。アメリカでは感謝祭の日がエッグノックの消費が始まる日に当たるのだが、商品が店頭に並ぶのはハロウィンの頃である。歴史的にはエッグノックは冬の飲み物であって特定の祝日に関連付けられてはいなかった。ありがとうございます。